まあ、とりあえずこの続きいってみるか。よいしょ。おほほ、頭がいっぱいあるよ。白マスクマンがいっぱい。やべえ、やば顔。なんかにっこり顔と、なんか真顔と、白目顔がある。どういうこと？どれかなんかあんのかな？でもなんか、パッと見、わからん。あ、普通に渡れるんだ。ああ赤い服、青い服、緑服シリーズが。気をつけて、私この絵と似てるやつに襲われたのよ。知ってるって、あ、そっか。女の絵から私のバラを取り返してくれたんだっけ。しかしよく逃げ切れたわね。まあ、瀬戸際でしたわ。金色の像にランプがかけられている。新聞を読む貴婦人。ここ暗くて新聞読みにくいのよね。この新聞、なんか取ってあげると見えるのかな。時の番人、文字盤に字が浮かび出てきた。花びら一枚ください。そしたらあなたが危ないとき助けます。どうしよう。断る。残念。どうしようにしたらギャリーが出してくるのかな。ちょっと一回ちょっとする。赤き衣のステップ。うわあ、待って。あの女シリーズたちがバンバンいるんだけど。吊るされた男。この絵、美術館にあったやつだわ。もっとよく見る。ファー、もっとリアルな感じに。下にズーン。あー、数字書いてる。逆さで見るから、あれかな。だから6952に見せかけて、2569なんかな。どっかに打つのかな。てか、やべえな。さっきからこいつらの絵がいっぱいあるんだよな。わ、白いのもあるぞ。やべえやべえ。これなんかするとなんか一気に出てくるんじゃない？これ。マネキンの頭がある。これマネキンなんだ。虚空を見つめる女。あ、なんかこの絵だけ他の女の絵と雰囲気が違うわね。目が真っ黒で気味が悪いし、あんまり近寄りたくないか。奴らの中の上位種か。絵画に隠された4つの数字を示し、扉を叩き。4つの数字か。会議に隠されてることは絵の中にヒントがあるのかも。さっきあったからね。ただ、一回この時の番人が気になるんだよな。これさ、こっちの顔引っ張れば、そっちの折り開くわよね。なんだ、簡単じゃない。ぐ。ごめん、やっぱり力じゃダメだった。重たいのね。扉の前に檻があって開けられない。この檻の中に何か入れりゃいいのか。これどうしようにしたらどうなの。え、イブ、この時計の言ってることを信じるの。あ、私は悪いけど信用できないから花びらあげたくないわ。残念。っていう感じか。ついさっきブーケを食べちゃった絵見たでしょ。花をあげたらまた食べられちゃうかもしれないんだからね。でも花びら1枚でしょ。だから、じゃあこの花バラの花びらをあげる。こういうのはね、信頼ですよ。取引成立。見て。時の番に。ああ、とりあえず、花びら1個だけ取られた。まあ、なんとかなるやろ。とりあえず、2569を打ってみるか。だから、2569。で、叩く。よし。来ましたわ。お、なんだこれ。鏡の前に何かが置いてある。金の魚を手に入れた。大きな鏡がある。おう、鏡に何か書いてない？魚の片割れ、木の女のそばに。黄色女。どういうこと？おっ！キャー！何やこれ！マネキン、この、ゲリーを止める。多分やめた方がいい。わかったわよ、イブ。ちょっと大人げなかったわね。さあ、じゃあ行きましょう。そう、こういうのはね、なんかやったらやばいことになるよ、多分。魚の片割れ。あ、ちゃんと下にマネキンが、なんか、右向いてんな。右というか左というか、右か。黄色女。黄色っていうのはこいつのことかな。黄色髪の子。
ちょっとそこをどいて、新聞が読めない。あ、すいません。この金色の像がどうにかすればいいのかな。角のようなものが、これをどう使うんだろう。さあ、こっちの扉入ってないか。お、セーブがある。作品にはお手を触れにお願いいたします。万が一備品や作品に何らかの損害が出た場合は、あなたをモブライザーム。文字がところどころ抜けている。楽しい毎日。美術館はちょっぴり不思議な遊園地。おかしなものがたくさんあるのよ。ここで遊んでいるとあっという間に一日が終わってしまうの。とっても素敵でしょ。だからあなたもここにいれば大丈夫。みんながいるから。ひえ、美術品の一部にされちゃう。お、なんか出てきた。金を自慢する。なんだろう、その金の魚よりこの金の鳥の方が大きくて美しいと思わないかね。なんかマウント取ってきた。なんなのこの作品。俺の魚をディスってきやがったな。あ、本当だ、黄色女。これか。何かが落ちている。穴が開いたボールを手に入れた。あれ、このボールさっき拾った魚の向きに差し込めそう。カチン。お、金の魚と穴が開いたボールを組み合わせた。金のランプを手に入れた。わあ、明るい。ボールは電球部分だったのね。な、うわお、出てくるんかーい。で、これでやってあげたら見えるんじゃないの。ねえ、あなたが持ってるそのとても明るいランプ、よかったらその像と交換しません。交換される。ありがとう。じゃあその像あげるわ。これ持ってんの。これ重くね。どう、あー、明るい。なんて素晴らしいの。よし、これでこの人の像を手に入れたぞ。で、そうか。で、この像をさっきのあのマウントしてきたあのこの野郎に見せつけて、鳥と木と交換するんだな。金を自慢する貴族。その金の像、なんて大きくて美しいんだ。この金の鳥と交換してもらえないだろうか。いや、じゃあ像はここに置けばいいのかしら。で、金の鳥を交換と。金の鳥を手に入れた。ありがとう。ああ、なんて大きく美しい黄金像なんだ。あの像本物の金じゃないけどね。という感じでゲットした。で、この鳥をあそこの鳥かごに入れりゃいいと思うんだよな。だけど金の鳥を入れてみる。ギャリーに金の鳥を入れてもらった。そしたら開くとね。そう、そんなに重かったっけあの鳥。まあいいか。はい、この中を調べてみましょう。こんなに厳重に塞がれたんだから、きっと何か出口があるかもしれない。ないと思うにゃん。あ、あのソファーだ。座っちゃったよ。ああ、お父さんお母さんじゃんこれ。ちょっとよ、疲れたならゆっくりお休み。もう苦しむこともなくなるから。冷え、座ってたらなんか死にそう。何かが額縁の上に立てかけられている。灰の鍵を手に入れた。また鍵か。出口はなかったわね。イブ、どうしたの。え、この絵の人、イブのパパとママなの。へえ、確かに言われてみればイブに似てるかも。でもなんでこんなところにそんな絵があるのかしら。え、二人はどこかって。うん、それはちょっと私もわからないわ。大丈夫よ、きっとどっかにいるって。結構気丈な子だと思ってたけど、さすがに参ってきてるわね。お母さんとお父さん。大丈夫かな、海外にされてないかな。イブ元気出して、きっとパパとママはどっかにいるはずよ。あ、何の音かしら今の。よろしくない気がする。そうそう、あの虚空の女が動き出したかもしれないな。鍵ゲットしたし。あれ？扉が開かない。あ、まさか鳥がどっか行った？この扉鍵なんてついてない。あ、あ、な、何この音？外から？なんかまずいかも。イブ気をつけて。あ、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 そっちかい。そっちかい。普通にぶち当たっちまったわ。おお、逃げるんだよ。な、何このマネキンの数、何が起こってるの。はい、ここから離れた方がいいみたいね。イブ、あれを見て。向こうの鍵のかかった扉が、向こうに鍵のかかった扉があったわ。あそこに脱出するとこだな。さっき拾った灰色の鍵があればあの扉を開けられるはず。あそこに向かいましょう。
あのソファーの謎結局解けなかった。いやー来た。うわー、なんかダッシュしてる。なんで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 、どいつもこいつも邪魔な場所に。こいつはどかさ近道になるわ。どうしよう、いけるかな。でもじゃあお願い、解きなさい。さあ急いで。なんかやばい気がする。約束なので少しだけ時間を止めます。おお、お、本当に少しだけだったな。おお、本当に少しだけだったな。くそ、回り道した方がいいやつだったな、あれ。やべえ、やっちまった感がある。はあはあ、ここまで来れば大丈夫でしょう。ざまあみなさい。さてと、それじゃあ先に行って、イブてか、その絵がやばい。ちょっと顔色悪いわよ、大丈夫。ああ、イブー、ちょっとしっかり、イブイブ、テレテンテンテテレンテレテンテンテン、ファ、赤いバラがどこにもない。なんかすごい数字だらけの場所も。わあ、マネキンくんが。ああ、そっか、やっぱ見てたからな、マネキンのあの映画のやつが。どこにいてもみんなこっちを見てる。お父さん？イブ、どこにいるんだ？早く逃げないと追いつかれてしまうよ。ああ、どうしよう。こんなに探したのにどこにもいない。お父さん。あ、セーブ。ああ、セーブじゃない。帰りたい、早く。今までの記録も消えちゃった？あ、バラが。美術館では静かに。バラー、バラを持った瞬間に溶けてしまった。大事にしないから壊れちゃった。まんま、あの子とはどこに行ったのかしら。先に一人で見に行くって。それで困ったら早くしないと私たち帰れなくなっちゃうわ。あー、絵の中で女の人が笑っている。ひえ、お父さん、お母さん、お父さん、この先出口です。この先出口です。本当？ああ。は？ああ、来てるー！なんか来てるよー。来てるけど足押せ。ああ、行き止まりじゃねえか。ちょっと待って。な、いやーん。あの白いやつだ。あ、これはギャリーの上着。あ。おはよう、イブ。気分はどう？怖い夢を見た。そっか、かわいそうに。まあ、無理もないわね。あんな怖い目に遭っちゃったら、ね。起こせばよかったかしら。ごめん、気がつかなくて。イブ、そのコートのポケット探ってごらん。キャンディーが入っている。それあげれば？食べてもいいわよ。じゃあ、もうちょっと休んでから出発しましょう。あ、そうそう、イブのバラはそこの花瓶に生けてあるからね。ありがとう、ギャリー。拾う。ふう、復活、全回復。無題。美術館での禁止事項、大声での会話、写真撮影、飲食物の持ち込み、万年筆の使用、ここから出ることは禁止。出させて。あら、コートわざとありがとうね。コートを渡した。そこに飾ってある絵、タイトルが無題ってあるけど、無題っていうタイトルなのか、タイトルがなくて無題なのか。タイトルが無題なんじゃね？なるほどね。でもどうしてそんなタイトルつけたのかしら。意味を持たせたくないからとか。うん、芸術って難しいわね。言うとる場合か。楽しい絵画。いろんな絵が大きく載っている。この女性たちはみんな花占いが好き。あ、だから虫ってくんの？いいよ。あ、でもなんかあんのかな。まあ、一回行ってみるか。OK！ ああ、すぐそこのところだったんだね。これ戻ったらどうなるんだろう。イブ、そっちに行くのはもうやめておきましょう。ああ、もうダメなんだ。わあ、あのソファーなー、もうちょっと座ってみてなんかしてみればよかったな。なんかあれは大事だったような気がする。さあ、また新たなステージ。頭が内臓がある。ミルクパズル。
イブミルクパズルって知ってる？知らない。ああそっか、だからわかんないやつか。ミルクのマシュマロパズルのことよ。絵がついてないから普通のパズルより難しいんですって。頭がいい人はすぐ完成できるらしいけど、長寿実況面白くないわよ。だって絵がついてないんだもん。好きな絵がパズルになってこそやりがいがあると思うよね、っていうパズルね。月夜に散る儚き思い、桜散っとる。おほう、なんだここ。ボールとか、なんか潰れたボールと普通のボール、ああこれで切り替わるのか。ほえー、じゃああれもそうだね。これだと行き止まりになっちゃう。ふーん、でもあれは一回、ああなるほど。じゃあこうして、こうして、こうして、あ、先に青いやつを踏まないとダメなのかな。先にこれ踏んどいて、でやっていけば渡れると。大きな鏡がある。またなんか出てこない？とりあえずこれだと大丈夫。はてなはてなはてな。私はその、昔く美しい、に指を、の上の、ゲリーに本を閉じられた。こういうのは大人になってから読みなさいね。あ、そういうこと。なんでゲリーが読んでくれないんだろうと思ったら、ちょっとエッチなやつだったんだね。エロ同人かな？まったく。ふぅ。あ、ショートカット。ふぅ。これでいいわよね。で、この扉。おお、なんだこの絵は。決別。なんか嫌な絵ね。お、決別されそう。わ、なに、明かりが。ちょ、暗く何も見えないじゃない。イブ、いる？いる。そうならいいわ。ちゃんとそこにいてよ。しかし困ったわね。あ、そうだわ。ライターがあったの忘れてた。え、なんか変な声がする。え？あ、やば。お客様にお願い申し上げます。当館内は夏季厳禁となっております。マッチライターなどのお持ち込みはご遠慮くださいますようお願いいたします。万が一館内でそれらの使用をスタッフが発見した場合、メッセージで見えない。何よこれ。ほんときついわ、精神的に。やめろ。やばい。スタッフって、どんなやつだ。スタッフー。ひ、違う。おー、ピク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 になってる。ほい、すごい跡が。あれ、こっちに扉あったっけ。おー、わっ。え、またここでニューキャラ？ちょっと大丈夫？あ、待って。ねえ、あなたもしかして美術館にいた人じゃないの？あ、やっぱり。私はギャリーで、こっちの子はイブっていうの。私たちも美術館にいたの。気づいたら、このわけわかんない場所に迷い込んじゃってて。今、なんとか二人で出口を探しているところなんだけど、もしかしてあなたもそうじゃない？私も誰かいないか探してたの。外に出たくて、それで。ああ、やっぱりね、よかったら私たちと一緒に来ない？え？女の子一人じゃ危ないわ。ここ変な生き物とか結構いるみたいなのよ。だから一緒に行きましょう。みんなでいた方が心強いし。うん、行く。じゃあ決まりね。あ、名前は何て言うの？メアリー。メアリーね。よろしくね、メアリー。うん。イブよろしく。ここで無言は。よろしくね。うん。よし、それじゃあ仲間も増えたことだし、張り切っていくわよ。おー。急にパーティーが3人に。見上げてこっちの方から出てきたのよね。他にルートとかなかったの？ルート？どうだろう？いっぱい歩いたからよくわかんない。そっか、まあさっきみたいに壁だった場所に道ができたりするかもしれないしね。正直一本道だったら相当まずいんだけどね。なんだこれ、神湯みたいな。争いの矛先。一体どちらが正しいのか。ああ、さっきの矛先。そういえば私とイブニーもバラがあったってことは、もしかしてメアリーもバラを持ってるんじゃない？うん、持ってるよ、黄色いバラ。やっぱこの子は黄色担当なんだ。ほんとね、二人ともしっかり持ってるのよ。なくしたらダメよ、誰かに渡すのは危ないからね。それから
わあ、イブのバラ赤なんだね。私のバラ黄色だよ。黄色好きなんだけどピンクも好きなんだ。あと青も。人の話は聞きなさいよ。あとは緑でも出てくるんかな。嫉妬深き花。全然花の絵がないけど、ここに鍵か。じゃあ次はこの鍵を開けるために頑張る感じか。うさったん。